サンクトガーレントは、神奈川県厚木市に所在する有限会社。また、同社が醸造、販売するビールのブランド名でもある。1994年4月のチビール解禁前に、日本の酒税法では種類に分類されない、アルコール度数1.0%未満のビールを、日本、六本木で醸造していたことから、日本のチビール第1号と称されることもある。 日本でのチビール解禁に先駆け、1993年3月、アメリカ・サンフランシスコにブルワリーパブ、カフェ・パシフィカをオープンし、ビールの醸造と販売を始める。この活動がアメリカのメディアで話題となったことが、日本でのチビール解禁の一因となったと言われる。また、六本木にインサとチビールの店、サンクトガーレンを開き、醸造したビールを逆輸入して販売する。 1993年12月にビール醸造設備をアメリカから輸入し、1994年初めから六本木のサンクトガーレンで日本の酒税法対象外のアルコール度数0.75%のビールの醸造を開始。1995年10月には日本で発泡酒の製造免許を申請し、12月12日に製造免許を取得した。 1997年、神奈川県厚木市に醸造施設を作り、拠点をそこに移す。また、同年は、日本の酒税法で必要とされている担保金が用意できなかったため、免許更新が滞っていた。しかし、これを機に、岩本信久を社長とした新会社、サンクトガーレンを設立する。2006年1月、バレンタイン商戦に合わせて、 チョコレートの風味を持つインペリアルチョコレートスタウトを販売。報道各社に資料を送付したことも、こうそうして6000本が1週間で完売した。また、これをきっかけに、顧客層が広がり、他のビールの売り上げも伸びていった。2007年5月には、スイーツビールの1段目である、黒糖スイートスタウトとスイートバニラスタウトの販売を開始する。 日本のチビール業界では月に1万本売れると大ヒットと言われているが、両ビールとも月に2万本から3万本ほど売れる大ヒット商品となる。なお、同社のビールは国内外で多数の賞を獲得している。同社の名称は記録が残っている限りでは世界最古の修道院醸造場から取られている。その修道院は、 ボーデン湖の南に位置するスイスの都市ザンクトガレンにあったザンクトガレン修道院である。ザンクトガレン修道院は820年には修道院内に大きな醸造施設を持っていた。同社のビールのラベル等もザンクトガレン修道院の修道像をイメージしている。サンクトガレンの日本での第一号ビールは発泡紙免許取得後の1995年12月22日に 誕生したクリスマスハッピーニューイヤービールという枠が100%、アルコール度数5.5%のビール。シナモンやナグメグが入っており、日本の酒税法では発泡酒に分類されるものであった。2007年現在、レギュラーの4スタイルのほか、限定醸造のビールも存在する。バレンタインデーに向けて醸造するインペリアルチョコレートスタウトが特に有名で、 販売間もなく売り切れるという状況である。また、サンクトガーレンは、日本各地で開催されるビール関連のイベントに、積極的に参加しており、同社が醸造する銘柄のリアルエールの出展なども、行っている。レギュラー、限定醸造湘南オールドビールモンドセレクション2008年、第47回モンドセレクションに初エントリー。エントリーした4つのビールがべて入賞した。中でも、 インペリアルチョコレートスタウトはカテゴリー C としては日本では初の最高金賞の受賞である。その他1990年冬、株式会社、栄光の社長、岩本幸喜はカリフォルニア州のブルワリーパブで飲んだクラフトビールに衝撃を受け、日本でのクラフトビールの生産を検討する。当時の日本の酒税法では年間最低製造量は2000キロリットル。 日本では無理だと結論を出した後期は1988年にサンフランシスコに開業していたヤムチャレストランカフェパシフィカをブルワリーパブに改装する。当時はサンフランシスコにもブルワリーパブは3軒しかないという状況であった。1993年3月ブルワリーパブカフェパシフィカがスタートする。日本人がアメリカでブルワリーを開業したことは タイムやニュースウィークでもニュースとなる。当時の日本が規制だらけであることの象徴として後期は取り上げられ、タイムでは後期のインタビューとともに新規参入ができない日本のビール事業の現状が報じられた。1993年冬、六本木にヤムチャレストランサンクトガーレンを開業し、サンフランシスコからビールの輸入も開始する。サンクトガーレンは200リットルという 小さな醸造設備を備えており、そこで後期の次男である岩本信久がビアルネッサンスと名付けたノンアルコールビールを醸造し始める。翌年、ビールの年間最低製造量が60キロリットルまで下げられる。後期は真っ先に免許を申請すると見られていたが、当初は申請しようとはしなかった。1997年、後期はサンフランシスコと六本木の店を閉店し、 神奈川県厚木市にブルワリーを開設する。このブルワリーは信久が責任者となる。2000年にはカフェパフェシカの経営をしていた後期の長男が厚木市愛好石田にビアバー、サンクトガーレンを開業する。しかし、日本のチビールブームが去った後、経営難を理由として2000年にビール事業を撤退することとなる。2001年、岩本信久はビールを作り続けるために、 サンクトガーレン有限会社を設立する。同社の名前は2006年のバレンタインデーのためのビール、インペリアルチョコレートスタウトにより広く知れ渡った。同ビールは2006年は1週間で6000本を完売、2007年には1日半で2万本を完売するという成功を収めた。その後、日本のチビール業界では数多くのチョコレートフレーバーを持つビールが 誕生するという大きな影響を生み出した。また、スイーツビールという新たなジャンルを築き上げ、時代の長寿となる。ありがとうございます。